こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、22年大河ドラマ鎌倉殿の13人キャストがね、続々と発表されております。市川染五郎が大河初出演、鎌倉殿の13人木曽義孝の悲劇的なところに惹かれた。来年度の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人の第3次出演者が28日、同番組の公式ツイッターで発表され、歌舞伎俳優市川染五郎の出演が明らかになった。大河ドラマ初出演となる染五郎は源頼朝の娘大姫の若きフィアンセ木曽義孝として登場する。ツイッターでは、父上のためならどんな苦労も厭わいませぬのセリフとともに紹介された。染五郎は演じさせていただく木曽義孝の悲劇的なところにも惹かれました。三谷さんがどのようなキャラクターに仕上げられるのかまだわかりませんが、視聴者の皆様に義孝という人物の魅力をお伝えできるように演じたいですと意気込んでいる。フィアンセとなる大姫を南沙羅、大姫の父源頼朝を大泉洋、母北条政子を小池栄子が演じる。はい、というニュースでございました。八重の新垣結衣さんに続いて、亀の江口のり子さん、そして義高と大姫ペアとね、小池栄子さんを激怒させるメンバーが続々とね、揃いつつあるわけでございますね。あと激怒される人といったら大神の局ぐらいでしょうか。さて、同じ時代を描いた私のおすすめの漫画が、シャナ王義経という漫画でございます。歴史の表舞台で活躍をしたはずの義経が影武者だったっていうね、お話でございますよ。いきなりネタバレかよっていうね感じでございますが、これ大丈夫でございます。このね、義経は影武者だったっていう話は一巻の冒頭で出てくる話でございますので、さあ、そのね、どのタイミングで義経と影武者が入れ替わるのか、そしてその影武者がね、どういうストーリーを展開していくのかっていうところもね、結構楽しんで見れるお話でございます。ちなみにこの漫画の中になんですが、頼朝と今回新垣結衣さんの演じられる八重のストーリーでしたり、あとね、源義高と大姫のストーリーもね、このシャナ王義経の中で取り上げられておりますので、興味があればね、ぜひ読んでみてはいかがでございましょうかというね、お話でございますよ。ちなみに全27巻ね、もうすでにね、完結しておりますので、このね、ゴールデンウィークにね、巣ごもり中の一気読みでいかがでございましょうか。概要欄の方にね、 Amazon リンクの方貼り付けておきますのでね、ぜひ確認していただければと思う次第でございます。